今月17日に神戸市内で営まれる阪神・淡路大震災の追悼行事で竹灯籠を並べて作る文字が決まりました。毎年1月17日に営まれる阪神・淡路大震災の追悼行事 1.17 の集いの会場となる東遊園地で今日竹灯籠を並べて作る今年の文字が発表されました。2020年 1.17 の集い竹灯籠で語る文字は今年はこちらになります。刻むです。 1.17 の集いでは竹灯籠で 1.17 の文字が形作られますが、よりメッセージ性のある文字にしようと2016年の集いから公募、全国から195件の応募があり、最も多かった刻むが選ばれました。刻むには今を生きるために記憶を刻むや祈りを刻むなど多くの意味が込められています。あの日あの時の出来事を刻んでいく中で25年そして26年27年この先も伝えていかなければならないなというそういうメッセージが多かったです。今月17日の集いではおよそ5000本の竹灯籠で文字が形作られ鎮魂の祈りが捧げられます。